イレニア様、まだ間に合います。どうかお逃げください。コルニア内の領主のほとんどがバルモア将軍に組している。追われた女王を庇護する者などどこにもおらぬ。だが奴の目当ては私の首だ。滅びの運命は私が引き受ける。我が嫡子アレインをお前に委ねたい。陽動の隙に短期であれば逃げ切れよう。ジョセフ、あの一粒種が逆境に負けず咲き誇れるか見届けてやってくれ。この一角獣の指輪を託す。あの子が成人したら渡してほしい。指輪の持つ力が助けになるだろう。イレニア様。母上、敵が迫っているのですね。アレイン、よく聞きなさい。女王として命じます。これよりジョセフの言葉は私の言葉、そう思うのです。良いですね。はい。母上、ジョセフ、あとは任せたぞ。さらばだ。ジョセフ、僕のことはいい。お前も行って母上の力になってくれ。そうは参りません。殿下、すぐにここを離れましょう。これでどう？うわあ！
改めよう。援護するわ。バルモア将軍、王位三奪の末に何を望む？我はこのヘブリス大陸の支配者、ゼノイラ皇帝の末裔。コルニア一国が我が望みではない。貴様、大陸全土に戦火を広げるつもりか？領土をめぐる小競り合いを繰り返すのが王の役目ではなかろう。かつての領土を我が手に取り戻す、それだけのことだ。そうはさせん。運びましたな。いや、ここから始まるのだ。ゼノイラが再びこの大陸を支配する時代がな。ところで、騎士団長のやつが姿を見せなかったが。東門を閉じる前に逃げた牙があったそうです。イレニア、お前のその無駄な抵抗は王子を逃がすためか。西暦895年、コルニア王国の将軍バルモアは突如として自らを古代ゼノイラ帝国の末裔であると主張、謀反を起こし王都グランコリヌを吸収した。これに対してコルニアの女王イレニアは王子アレインを逃がすため我が身を盾とし、わずかに残ったテゼーと共に迎え撃つもあえなく全滅。幼いアレイン王子を託された騎士ジョセフはバルモア将軍の手の届かぬアルビオン共和国領パレビア島へと落ち延びたのであった。一方、バルモア将軍は皇帝ガレリウスを名乗り、フェブリス大陸全土への侵攻を開始、その支配域を広げていく。各国は必死の抵抗を続けたが、ついに全ての国が陥落。ガレリウス皇帝は神聖ゼノイラ帝国によるフェブリス大陸統一を宣言した。各地では反抗が続くも、強大な帝国の前には及ばず、人々は圧政にあえぐ中、ただ天を仰ぐほかなかった。いつの日か救いが現れることを祈って。